にちは。今日は昨日の月曜日の話をしていこうと思います。今は朝ですね。朝の8時違う9時だ9時です。8時に起きて今ちょっと目がなかなか覚めなかったので外に出て散歩して無理やり起こしていますけど、8時半ぐらいかな、8時半過ぎぐらいに散歩出てって感じです。昨日の月曜日の話をしていこうと思うけど、非常にね昨日は、難しく感じることが多かったです。なぜかっていうと、日曜日にゲームがあって昨日は練習があったんだけど、でまあ試合の前にね、練習の前にビデオ、その昨日の一昨日の試合のビデオで確認するっていう作業があったんだけど、まあそれはいいことだよね。ただ2時間やって内容も全プレーを振り返るみたいな感じ、1個のプレーに15分みたいな、やばいよ。それで2時間やったからなかなか厳しかったですね。その中で2時間やるのはなかなか至難の技だなと、やりましたと。で実際にグラウンドに出てサッカーをボール蹴ったっていう時間は0分。まあそれでなかなかね、このように次の試合どうしようっていう話し合いもできてないし、前回の試合の振り返りでこれはこうでこれはこうでこれはこうでっていう話とても非常に難しく感じました。それじゃあね、なかなか勝てないよねと思うよね。でしかも内容もちょっとなんか薄いような、足りないような、そんな内容だったし、まあ何が結局何をしていくのかっていうのがあんまりこうはっきりとすることもなく、もうちょいディフェンスラインを高くしようっていうのはそうだけど、でもマークがちょっとおろそかになったりするから、まあそこをしっかり修正しなきゃいけないところかなと思うけど、まあ2時間はないよね。結局練習やってないからね。それで練習前にやるミーティングで練習やらないっていうすごい状況ができてしまったっていうことです。まあ、とはいえ水曜日に試合はありますので、その試合で、まあ、僕がしっかりとパフォーマンス出せるように、まあ、今日ですねチームの活動はないんですけどオフなんですけど、火曜は大体オフですなんですけど、まあ体動かしてしっかりと、もう日曜日のおとといの試合もそんなにね出た時間が15分とかなんで、コンディションが落ちちゃうので落ちているのでね、レッキーもしてましたし、なんで上げなきゃいけないので、まあ今日まだね、これから一緒にボール蹴りにね、行きます。でボール蹴ってちょっと練習して、でそこでまあなんとなく自分の感覚としっかりと身につけたところで、感覚とまあコンディションのところ整えて、まあ、もうあさっての試合に備えるしかないかなと思っています。もう何考えてもまあポジティブにやるしかないし、まあ、何事も一つ一つだと思うので、ポジティブに捉えて一個一個、まあ、全力でしっかりと取り組めれるようにね頑張っていきたいと思います。まあ、何としても次はね、勝ちたいですし、僕もプレーしてねこうアピールしていきたいと思いますので、まあ、また明日試合前のホープの動画撮りますけど、今日か明日か分かりませんけど撮りますし、試合後もね感想でどんな感じだったのかって話をねしていけると思うので、うん、まあ頑張りたいと思います。もういろいろあるけど、不満、正直不満だよね、不満はあるけど、その不満なんかに負けないで、そ
それを吹き飛ばしてなんとかねポジティブに捉えるように頑張りたいと思います。そんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。なので終わりです。